ボートレース甲子園特別企画、レジェンド井口忠人 VS ボートレーサー、野球対決を制するのは誰だ。打ちました。おっと、これはフライになりまして、私に今直撃いたしました。おっと、あ、なんと連勝、カメラにヒットいたしました。連勝、これは優勝、ある意味優勝ですね。では続いての対決に参りたいと思います。後編一発目、2種目目、こちらの対決種目はですね、ボートレーサー養成所の適正試験科目の対決となります。まずはこちらの VTR をご覧ください。両手を使用し、まず右上のピンを両手で持ち、下の対応する穴にひっくり返して入れていきます。この作業をまず右の列から1列、順次横の列から入れていきます。一通りひっくり返す作業が完了しましたら、下段の右上のピンからひっくり返して元の穴に入れていきます。ここまでにかかったタイムを採点します。というわけで、今回はボートレーサー適正試験の中から手腕対決をしていきたいと思います。まずは菊池選手、中選手、この適正試験の手腕というものですけれども、この記録が速いとボートレーサーにとってどのように有利に働くんでしょうか。わかりません。中選手は分かりますよね。器用さですか。整備とかの時とかですかね。整備は確かにナットとかもあってね、急いでやる時は確かに、ありますね、分解組み立てとかあるんで、はいはい、そのあたりには、しっかりと、働いている試験ということでございます。ではまずは私、吉原 VS 中選手ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。中選手、自信ありますか。手先は器用だと思います。あら、はい、じゃあ整備も得意なんですね。苦手です。あれ、それは繋がってないのかな。はい、手先だけはちょっとでも、はい、手加減してほしいな。負けるわけにはいかないですよね。でも私もね、やっぱり勝負事なんで、はい、初めてやりますけど本気でやりますからね。はい、よろしくお願いします。はい、よし、スタートするタイミングでストップウォッチをスタートさせて、終わったら止めてください。はい、よろしいですか。はい、それではスタート。さあ、これはね、地味ですよ皆さん。後ろで見ている2人が何か喋ってくれないことには。あ、でも長く早いぞこれ。長持ち、おい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 、長いですね。早い、おいおい、めちゃくちゃ早いぞ。中選手、4人兄弟ですね。4人兄弟の一番下で、ね、そうやって崩していくタイプ。姉が3人いるんですよね。はい、4人兄弟の末っ子、はい、お姉さんが3人っていう、めちゃくちゃ、ご兄弟ってどうですか。あ、そうですね、はい、どうですか。あの、まあ、お下がりとかもらえないですもんね。あ、そうですね、うん、ですけど、まあ、可愛がられた方だとは。あ、そうですか。思います。好きな食べ物は何ですか。私、あ、逆に攻めてきたな。はい、私は何でも食べますけれども、カレーライスが一番好きですかね。はい、終わりました。嘘、早っ、はい、うん、めちゃくちゃスムーズだった。ちょっと趣味は何ですか。いや、もう終わっただろう。はい、じゃあ記録出しますね。はい、私1分34秒、中選手は1分8秒です。お、これは早いんじゃないですか。早いということで、私1分34秒、中選手1分8秒ですか。宇内さん、菊池さん、どうでした、はい、見てて。いや、中くんちょっとスムーズすぎて、なんかそれより早くできるイメージが湧きません。そうですか。はい、井口さんはどうですか。いや、もう最後までこう、うん、持つかなって指が、なんか釣りそうな釣りそうなイメージ。私軽く釣りましたよ。はい、大丈夫だと思いますけどね。はい、さあ、では井口さんと菊池さんの対決ということになりますけども、菊池選手、自信のほどは。はい、1分切ります。お、1分切る宣言出ました。中選手を超えるということですね。はい、井口さんはどうですか。いや、初めてなんでちょっと不安ですけどね。指がつらないように頑張ります。ちなみに、あの、手先に関してはどうですか。あ、僕の指の先は繊細じゃないです。そうですか。はい、でも、あの、ホワイトソックス時代の、あの、セカンドゴロの、あの、空中で投げてアウトにした、あれは相当手先が急じゃないと。いや、ちょっと指太いんで、そう、なかなかこう掴むのに苦労するんですよね。確かにちょっと太いですね。ヤシの手ですからね。はい、さあ、それではチャレンジスタート。さあ、始まりました。
キャキャ。中選手めっちゃ速かったですけど、はい、何かコツあるんですか？こう急ぎすぎると取れなかったり入れれなかったりしそうだったんで、はい、意外と落ち着いてやろうと思ってたんですけど、ちょっとチャチャが入って誰のチャチャですか？チャチャ入れてもあのスピードなんで、ね、でも井口さん速いな。いやこっからです、こっからです。井口さん、ね、途中で一回ねちょっと井口さんも焦りが出てきたでしょうか。チャンスです。今がチャンスです。さあ拾ってください。井口選手のあ、これ自分で拾うんじゃないですか？誰か拾ってください。やった、ありがとう。あれ意外にもちょっとお二人途中から焦りがだいぶ出てきましたかね。さあ今どれぐらいですか？あ、菊池選手がちょっと逆転してますかね。ちょっとさああれなんか1個外れたぞ。本当に釣りそうになってきた。菊池選手が今終了でございます。そして今井口選手も終了でございます。お疲れ様でございました。さあということで、お二人の記録お見せいただきたいと思います。はい、1分24秒です。はい、菊池選手は1分21秒です。ということで菊池選手の勝利でございます。すいません、拾ってもらいました。すいません。ということで手腕対決終了となりました。4人のタイム出揃いましたが、このゲームの優勝は中選手1分8秒でございました。やりました。素晴らしい。これはもう負けられない戦いって言ってましたからね。巻き返せだと思いますですね。はい、はい、ということで見事な勝利でございました。この後は最後の対決になります。さあここまで2つの種目に挑戦してまいりましたが、井口さんが1勝、そして中選手が1勝という結果になっております。最後の挑戦はおなじみ9つの的を狙って射抜くピッチング対決となります。挑戦できる投球数は10球です。より多くの的を射抜いた方の勝利となります。参考までに私は5枚でございました。まあある意味7枚だったんですけどね、5枚ということになりました。さあそれでは菊池選手から参りましょう。いいですか？さあ菊池選手、まあ、ボートレース界においてはね、はい、スタート力も天才と言われてるんですけども、その正確性はこのピッチングに関してはどうですかね？まあ皆まで語りませんよ。結果で結果で見せる。はい、はい、今日の肩の調子はどうですか？絶好調です。絶好調、はい、分かりました。じゃあ全部で何枚いきましょうか？9枚。おー、はい、即答でございました。いや10枚。10枚は用意しておりません。10球で、パーフェクトなるかどうか、では始めさせていただきます。ピッチング対決スタートでございます。さあできれば何番から狙うか、まあまあ5からいきましょうか。あ、やはりど真ん中から。はい、ではよろしくお願いします。いきますよ。はっきり言うよ、とんでもなくなんかこう回るとなんか違う。緊張したんですか？じゃあ1球目いきます。ということであと9球で全部射抜かないといけません。はい、2球目。5番ね。おー、はい、ちょっと高めいきましたが2番をゲットしました。1個空いてしまえばこっちのもんです。いきますよ。3球目。ほら、おー、来ました。ほらほらほら、6番をゲット。2枚目。続いて4球目です。うわ、ちょっと、あ、惜しい。これもフレームでございます。ど真ん中。ど真ん中来ましたね。8球目。48ビンゴで7でしょ。7でビンゴを狙う。ビンゴ、そんなのありませんが。あ、フレーム、フレームです。さあ9球目。よし、あと2球です。おー、3番。この1球は大きいかもしれません。さあラストです。5番狙います。え、空いてます。いきますよ。はい、ラストです。はい、最後は左下に外れました。
結果は4枚ということでございました。どうでしたか。なんか練習してた時とちょっとこんなんじゃなかったんですよね、イメージは、うん、最後あと1番だけ残ってるみたいな、はい、いけるかっていう、それちょっと期待はしてましたけどね。やりたかったんで後でまた撮りましょう。撮り直し。じゃあそれにしてもあの1球目は本当どうしたんですか。いやなんかフォワッとしました。フォワッとしちゃった、うん、あ4枚ということでね、はい、はい、記録は残りました。ありがとうございました。そしてレジェンド井口忠人さん、ここで登場でございます。井口さん、はい、もちろんこの競技はありますよね、経験は。ありますよ。ですよね、はい、先日近所の子供を小学生連れて神宮行ったんですよ、はい、見事に負けました。その時もやはり9枚で、はい、何枚ぐらいでしたか。その時は7枚抜いて負けました。7枚抜いて負けた、はい、ということは、まあ、十分勝機はありそうということですね、はい。何枚ぐらいいきますか今日は。まずは1球目頑張ります。まずはどこから。やっぱり真ん中、まあ、真ん中から散らしていこうかなと思います。5番分かりました。はい、お願いします。おお、本当にいった。素晴らしい。結構お気に入った感じでした。ちょっと強く投げるとコントロールできないんで、軟式なんで。そういうテクニックもあるわけですね、はい、ただ5番で散らそうと思って5番抜けると結構当たるとこなくなってきたのが、逆にちょっと真ん中に吸い込まれていきそうな。いやさすがですね、1球目からいきました、はい、宣言通り。では2球目はどこ行きましょう、はい、1,2,4 あたりを、1,2,4 あたり、フレームに当たんないように。わかりました。あ、危ない、ちょっと狙いすぎましたね、わずかに、はい、フレームでした。次も、はい、初心に帰って、はいはい、5番から散らします。いいと思います。その作戦で3球目、はい、来ました。あれ、うん、あ、高い、あ、4球目の高くなりました。意外とむずい。同じ5番近辺でいきます。5番で、はい、7番が抜かれました。7球目、おー、上に戦うとこでしたが2番抜けましたね。あ、あ、惜しい。8番のちょっと下のフレームでした。ラストの1球は、はい、8球、2枚抜き、2枚抜き狙い、はい、おー、ラストは8番しっかりと抜かれました。ということで、井口さんの挑戦は5枚でございました、はい、これは満足はいく結果ですか。いやちょっと、うん、カット気味で言ってましたね。カット、あ、なるほど、はい、ちょっと左に自分ちょっと制御できてなかったです、うん、そうですか、はい、まあ、ただ5枚ということでね、はい、はい、お疲れ様でございました。さあ、それでは最後のチャレンジャーは中選手でございます。ピッチャー経験者ということで意気込みをお願いいたします。もちろん全部ぶち抜きたいと思います。全部ぶち抜き宣言が出ました。コントロールは自信はあったんですか。割と、お、はい、自信ある。あります。わかりました。さあ、では早速チャレンジいきましょう。まずは何番から参りましょうか。5号艇で5号艇、好きなんで、ど真ん中からでは1球目、よし、ほらほら、やっぱそうなるのよ。今右バッターだったら今デッドボールでしたね。今ど何が起きたんですか。これは何が起きたんですか。いいコース見せたんですよね、まずね。あ、はい、そうです。踏み込ませないようにね、はい、あ、なるほど、インを攻めて見せ球、はい、そうです、見せ球。では2球目、はい、お、はい、これの真ん中、お見事でございます。さあ、真ん中行きましたが次はどうしましょう。478あたりで、478あたり、はい、3球目、うわー、高く浮いてしまいました。はい、8番低めに、素晴らしいコントロールでした。次5球目どうしましょう。369で、369、はい、右側の縦、惜しい、
わずかにフレームでございました。これ難しいです。難しいよ。おお、これはスピードも出ていました。6番抜きました。7球目ですね。はい、はい、どちらにどこに行けますか。次は147のどれかで。今度は左サイド。はい、はい、惜しい。今のは惜しい。あー、よっとちょっとだな。147、2枚抜きだったね。ですね、惜しかったですね。同じ狙いで同じ狙いで8球目。はい、はい、お見事。7、これで4枚目いきました。さあ、あと2球というところですね。で、これまで終わってる方が最高が5枚ですから、あと2球で両方射抜けば単独トップということになります。外せないですね。外せません。4号艇で。4号艇いきます。はい、まくたれまくたれ。9球目。あー、あーちょっと浮いて外れてしまいました。さあ、ラストです。はい、トップに並べるでしょうか。どっか狙います。どこか狙う。はい、最後、見事。素晴らしい。最後に、4番を抜きまして、これで5枚抜きということになりました。さあ、中選手どうでしたか。いや、行く前は結構自信あったんですけど、はい、1球投げて無理だと思いました。そうですか、はい、結果5枚に関しては悔しいです。悔しい、はい、なるほどね、分かりました。ということで、3人の結果出揃いましたが、ピッチング対決の勝者は、5枚抜きということで、井口選手と中選手、お二人トップでございました。素晴らしい投球でございました。結果発表ということで、最終結果発表いたします。最終的には井口さん、そして中選手2勝ずつということで、お二人優勝でございます。おめでとうございます。ただ、中選手にはですね、カメラ代を弁償として払っていただきたいと思います。すいませんでした。はい、お見事でございました。今回はレジェンド井口 VS ボートレーサーという企画をお送りしてまいりましたが、皆さんいかがでしたか。まず菊池選手。はい、ちょっと思ってたと違ってなかなかうまくいかなかったんで、この代わりは本物のボートレース甲子園で、はい、中君をやっつけたいと思います。わかりました、期待しております。さあ、その中選手はどうでしたか。優勝賞金がこれ1億円って聞いたんですけど、はい、嘘ですか。あの、あちらにいらっしゃる方に相談してください。はい、優勝できてよかったです。おめでとうございます。はい、はい、そして井口さんどうでしたか。はい、楽しかったです。はい、まあ、野球の種目2つあったんですけど ね、 そうですね、ちょっとね、うん、2勝じゃちょっとダメでしたね。あ、はい、まあ、ただ、あの、菊池選手ともこういう企画で今度ね、本当の野球をやりましょうかっていう話してるんで、ぜひ実現させてください。あ、それは私も見たいですね。はい、はい、本当に本日はありがとうございました。さあ、ということで最後にですね、ボートレース甲子園に向けても意気込みをね、お願いしたいと思います。中選手からいきましょう。熊本の代表として熊本をアピールしつつ、レースでも目立てるように先輩方に挑んで頑張りたいと思います。特にあのオープニングセレモニーの、ね、盛り上げも期待してますよ。そこはもう気合入れていきたいと思います。はい、ありがとうございます。では菊池選手も。はい、ボートレース甲子園は結構出てるんですけど、あんまり活躍した記憶がないので、そろそろここら辺で活躍して、はい、したいと思います。頑張ります。はい、お二人ともね、岩手代表熊本代表として頑張っていただきたいと思います。ボートレース甲子園は常の開催となります。皆様、野球の甲子園もいいですけれどもね、ボートレースにもご注目いただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。